はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつも私のチャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、こちらね5時10分頃のね、夜明けの風景です。非常にね最近ねあの空がね澄み渡ってブルーで、このね朝の状況がね非常に綺麗ですのでね、皆様にねお伝えさせていただきたいと思います。はい、朝から夜までのね空模様の変わり方をね、あとねもう5時半になるとね強烈な日差しになります。はい、太陽が昇って、これ朝ね11時頃ぐらいかな、いやお昼回ってたかなぐらいになるとね、非常にあの太陽がもう真上に上がっているのでね非常に過ごせます。はい、これまでねこうカーテンが開けれないぐらいねすごい強烈なねあの日差しになりますのでね、あのコンドミニアムのお部屋の角度ね考えられている方ねご参考にしていただけたらと思います。あ、これね、12時半ですね、はいぐらいまでねカーテン閉めっぱなしの状況が続いてます。はい、非常に澄み渡ってね、本当にこのカンボジアのこの時期一番いいですよね。4月5月が真夏で、で日本でいうね、それが今ちょうど終わったところですね。まあ日本でいうと秋空っていう感じになりますかね。はい、こちらもちょうど3時半頃ですね、ちょっとこう暮れかかってきてですね、はい、朝ね、お昼頃のね空模様とはね若干違うかなと思います。はい、最近ね川が綺麗になったって、先日ブログとかあの YouTube でも言いましたけどね、はい、この遠くの距離から見たら川は綺麗であって、近くから見たらはっきりで綺麗でもないし匂いもしますので、これぐらいの川距離からメコン川やトンデサップ川を見るのが一番いいんじゃないかなっていうのが私のおすすめです。はい、皆様ねどう思うか分かりませんけどね、遠くから見るとねブルーに見えますからね、はい、だけど近くで見ると茶色いね、あまりね綺麗とは言えないね、川です。あ、でもね、ゴミとかはないですよ。綺麗にね、清掃してます。はい。あとね、J タワー2の位置ね、J タワー3のエリアもね、基本的に緑がね、非常に多いエリアになります。高層化してる中でも多いです。はい。突然ね、4時半ぐらいに、ドワーッと雨が降ってきまして、はい。この時期はね、こういう形になります。もう前方がね、全然見えません。はい。だけどね、これ30分ぐらいのことですのでね、はい。カンボジアでね、傘持ってる人はいません。はい。昔のね、小説で、織田信長のね、奇襲の桶狭間の合戦の時にね、雨でね、50メーター先が見えなくなったっていうね、そんな絶対ないだろうと思ったけど、カンボジア来てこの風景見てね、私、事実だと思いましたね。はい、雨がカラッと開けられました。はい、これ5時半頃です。はい、いつもね、こんな感じなんですけども、はい、少しね、赤みがかかってきてね、これ非常にね、綺麗ですね。これまでね、西側の方向を見ると非常に綺麗なんですよね。はい、私あんまりこのコンドミニアムいいと思うんですけども、ピークコンドミニアムですね。はい、このガラスに光ってね、この赤色光ってね、見るにはいいですよね。中はね、どっかなと思いますけど、すいません。お友達もいるんでね、あんまり、ね、言えませんけども。はい、夜はこんな形です。はい、どんどんね、街がね、開発されてきております。はい、非常にね、綺麗な夜景ですので、ね、朝からね、夜まで、ね、楽しめていただけるのはカンボジアのコンドミニアムね、高層階になります。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新お待ちください。よしはチャンネル登録、高評価お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。それでは皆様、See you! 素敵なカンボジアの風景でお別れしたいと思います。